はい、皆さんこんにちは。本日紹介するアクセサリーこちらになります。グラスティ。グラスティご存知ですか？これ iPhone4 とか iPhone4S 用にもあったんですけども、うん、これはなんとガラス製のプロテクターフィルム。この衝撃とかめちゃくちゃ強いんですね。マジで？ちょっとやってみようか。今ね、ここにハサミやらドライバーやらなんかね、傷がつけやすそうなものいっぱい持ってきました。でまずハサミでやってみる。これね、面白いのがほら、滑るの。なんか上が、おお、傷がつく前に、つるっと。あ、もう全然気づかない。これ分かる？こうやって力入れてんの。なんか、擦ってる本当にっていうレベルで何も線も残ってない。音、皆さん聞いてください。結構ね、傷つけようと頑張ってんだけどね。あ、すごいね、これ本当に。光の加減で分かる？今全く傷ついてない。傷ついてないよね。次ドライバーで行ってみる。はい。うわ、怖え。怖え。こういう衝撃には強いのかな。あ、全然気づいてないよこれ。本当にすごい。点点点ともなんもないですね。これガラス製のフィルムなんですけど、うん、厚さがなんと 0.4mm。 薄い。薄い？うん。でもね、これ薄いだけど貼ってみるとやっぱりね、ホームボタンとか押しにくくなる。あ、だからホームボタンシールまで付属してる。さすが。だからね、押しにくさ感じないの。うん、ホームボタンシールつけてこんな感じ。ちょっと押してみてよ、ホームボタン。なんか押しにくいって感じしないでしょ。うん、いいよね。角度だから。じゃあハサミ開いてやるね、今度。はい。これね、怪我してるんです。おおおお、お、あ、なんか削れてる音はするね、でもね、うん、表面削れてんのかな。全然問題ない。すごいね、これすごい。これさ、こうやって意図的に傷つける人っていないじゃないですか。はい、大体こういう傷がつく時って落下の時だったり、あとはカバンの中に一緒に入れてる鍵とかで傷がつくのかなって思うんだけど、こんなくらい強くやってもね、気づかないってことはね、なんかカバンの中に入ってる鍵なんかびくともしないのかなと思います。じゃあ次ちょっと鍵でね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあこのちょっとこの鍵のこの刃みたいなところね、痛い部分ね、ガリ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 。ちょっとじゃあ結構力入れるよ俺。はい、ほんと真剣に角っこで削ってますもんね。もう、あー、傷つけ。傷つけ。あー。全然気づかねえよマジで。すごい。でもよく見ると、うん、なんか線があります、うん、線がある、残る。ほうほうほう。ただね、この iPhone には全く傷はいってないですね、うん、もちろん。おお、全然傷じゃん。全然傷。わかるかな、わかる、うん、指紋があるだけで全然ね。でまたね、これすごいんですけど、バリって割った時に、うん、あの車のガラスみたいに、なんていうの、このガラスが飛び散らないようになってる。はい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 、はい、ちょっと割ってみるじゃん。マジですか。ちょっと割るの怖いね。ほら、割れた。うおーうおー、飛び散んないでしょ。本当の液晶が割れたみたいな感じのひび割れですね、うん、こんな感じなんですよ。すげえ。見える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 。とっても安心安全な、ガラス製の保護プロテクターです。気になった方ちょっとチェックしてみてください。はい。